いつもお世話になっております、抜け丸です。今回は、原理場の解説動画になります。冒頭、基礎知識として、ギミックの確認をしますが、すでにある程度わかる方は、概要欄の目次から飛ばしてください。はじめに、ギミック関連の重要事項を確認していきます。途中、リバイアさんは、攻撃対象が、頭側と、尻尾側になります。頭側は、遠隔物理攻撃を反射し、尻尾側は魔法を反射するので、遠隔物理は、尻尾側を攻撃し、魔法色は、頭側を攻撃しましょう。近接はどちらでも大丈夫ですが、尻尾側が方向指定を取れるので、おすすめします。海に潜ったら、突進や、体を叩きつけ、フィールドを傾ける攻撃をしてきます。また、後半は、フィールドの柵が壊れて、外周へ落ちるようになり、途中蘇生は、不可なので、注意が必要です。突進のコツとしては、ボス方向と、尻尾が出現していた側を視界に入れることです。なぜなら、突進開始1回目は、前方、または、尻尾側から来るからです。2回目の突進は、その逆角を見ておきます。ボディスラムは、正面のみの初回は、必ず西から来て、突進は、基本2回突進、1回ボディスラムがセットで、リコージと青玉の時だけ、1回突進、1回ボディスラムになります。横の真ん中の突進は、途中から追加されますが、それを含めて図解します。フィールドを6分割して、1回目の突進は、前方か尻尾側から来るので、そこに注目し、潜ったら、カメラを、前方か尻尾がいた角方向に向けておきます。2回目は、逆角方向から来ますので、逆角にカメラを向けておきます。最後に、必ず、尻尾側からボディスラムが来るので、カメラを向けて、中央付近にいます。雑魚関連です。北尾は、南に、サハゲンが2匹湧くので、タンクが、それぞれヘイトを取り、ST 側から倒します。その後、杖を持ったサハギンが出現し、強行デバフを付与する AOE や、全体強行をしてきますので、とても危険です。出現したら ST が敵視を取り、スタンさせている間に DPS が倒しましょう。注意点は、栄翔がスタンで止まらないので、先にスタンをさせる必要があります。タイダルウェーブを防ぐ魔法障壁。黄色玉が4個出現し、それを倒した後、メッセージが出たら操作できるようになり、移行を軽減することができます。操作タイミングは、1回しか来ない突進終わったら、発動機を操作しましょう。早速、実際のプレイに行きましょう。何もギミックがないので、早送りします。リバが潜りました。必ず、西からボディスラムが来ますので西を見ておきましょう。画面が傾いて滑っていきます。後半は柵がなく、落ちたら復活できないので注意です。リバが、頭側と尻尾側に分かれます。頭側は、MT と魔法色で攻撃し、尻尾側は、ST と遠隔物理色で攻撃します。雑魚が出現しました。それぞれ、タンクがヘイトを取りましょう。ヒーラーへは、定期的に範囲攻撃が来ますので、ヒラ同士重ならないようにすることと、DPS も近寄らないようにしましょう。その後、杖サハギンが来るのですが、今回のパーティーは、火力が高く、フェーズをスキップして、先に突進が来てしまいます。タイダルロアが来ましたので、そろそろ潜ります。潜ったら、足元に設置型範囲が来るので、尻尾組は、できる限り、四隅で捨てて、行動範囲を広くしましょう。カメラを尻尾があった側の角に向けておきます。次は、尻尾側と逆の角に向けておきます。最後に、尻尾側にカメラを向けて、ボディスラムに備えます。スキップしているので、杖サハギンが、突進途中に出現していました。しかし、落ち着いてヘイトを取り、HP 6割でスタンをして倒しましょう。先ほど潜った時に、尻尾側のタンクをしてる ST に、ニカガミヒサンというデバフが付与されました。ST を回復すると、デバフがつき、スタック数が大きくなるほど、アクションの射程が短くなります。ST への回復は最低限とし、リジェネなどの着弾時回復がないものや、フェアリーなどの回復は、デバフが付与されないので、優先的に使いましょう。黄色玉が出現しましたので、順番に全部壊します。MTA は、戦闘を通して、定期的に直線範囲が来ますので、立ち位置を気をつけましょう。
ダイダルロアが来たので、リバが潜ります。カメラを尻尾があった側の角に向けておきます。次は、尻尾側と逆の角に向けておきます。最後に、尻尾側にカメラを向け、ボディスラムに備えます。魔法障壁発動機が操作可能になったとメッセージが出た後、リバが潜ります。この回は利口が来るので突進は1回になり、それが終わったら装置を操作してください。利口が終わったらボディスラムが来ますので、尻尾があった側を向いておきます。後半は柵がなくなり、落ちたら復活できないので注意です。後半はタイダルロアが2連続になります。タイダルロア後に潜るという目安も当てはまらなくなりますので注意してください。雑魚が湧きましたので、それぞれタンクがフェイトを取り、できれば ST 側から倒します。リバが潜ります。カメラを尻尾があった側の角に向けておきます。次は尻尾側と逆の角に向けておきます。最後に尻尾側にカメラを向け、ボディスラムに備えます。黄色玉が出現しましたので、順番に全部壊します。この時、レンジやキャスは、ボス側の玉に LB2 を撃つのが良いと思います。青玉が四隅に出現し、中央に集まりますので、ST は玉のヘイトを全部取ります。リバが潜りますので突進が来ますが、この時の突進は、1回の後、すぐボディスラムが来ます。ST は青玉の爆発を離れたところで無敵、またはバフ受けします。魔法障壁発動機が操作可能になったとメッセージが出た後、リバが潜ります。この回は利口が来るので、突進は1回になり、それが終わったら装置を操作してください。利口が終わったらボディスラムが来ますので、尻尾があった側を向いておきます。ボディスラムの後、すぐ杖サハギンが湧きますので、HP 6割でスタンして、早く倒します。ここで強行をもらうと落下しますので、最後の難所です。HP 6割までバーストを温存して、スタンが入ってからバーストしたり、2回目のスタンを、MT か近接が入れることで安定性が増すかもしれません。リバが潜ります。カメラを尻尾があった側の角に向けておきます。次は、尻尾側と逆の角に向けておきます。最後に、尻尾側にカメラを向け、ボディスラムに備えます。
この先は特にありませんので、これで原理場の解説を終わります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチッてしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。